山ベースボールニュース。今週は早起き野球大会から戸狩ジャイアンツ対オール秋津 B の一戦をお届けします。先行は戸狩ジャイアンツ。オール秋津 B の先発ピッチャーは見事な立ち上がり、トップバッターを沈むボールで三振に打ち取ります。しかし2番を高めの速球を詰まらせ打ち取ったかに見えましたが、キャッチャーがフライを落球して出塁を許します。すると低めへの投球を意識しすぎたか、ワンバウンド投球が続き、連続してキャッチャーが弾く間にランナーが三塁まで進塁します。しかしここで踏ん張ります。3番をサードゴロに打ち取り2アウト。4番もショートフライに打ち取ってランナー三塁のピンチを切り抜けました。オール秋津 B の攻撃、戸狩ジャイアンツの先発は打たせて取るピッチング。1番をピッチャーゴロに打ち取ると、2番は内角膝元をついてファーストフライに。3番も膝元に沈む球でレフトフライに打ち取り、三者凡退の立ち上がりを見せました。2回、戸狩ジャイアンツはワンアウトからフォアボールで出塁。チャンスかと思われましたが、三塁が見事な守備を見せます。ゴロをキャッチすると厳しい体勢から二塁へ素晴らしい送球でした。続くバッターもキャッチャーフライに倒れ、戸狩ジャイアンツはチャンスを広げられませんでした。2回の裏、オール秋津 B は先頭がフォアボールで出塁します。続くバッターがレフト線へのヒットで続き、2塁1塁とスコアリングポジションへ。次のバッターもセンター前へ運び、ノーアウト満塁と先制のチャンスが広がります。ここでなんとパスボール、オール秋津 B が1点を先制です。さらにノーアウト三塁二塁、追加点のチャンスが続きます。強気で攻めた投球がデッドボールとなり、再び満塁です。ここで力んだ打球はピッチャーフライ、インフィールドフライでワンアウト。オール秋津 B のピッチャーの座席、打球はレフトへ、犠牲フライとなりました。ピッチャー自ら追加点の2点目を奪いました。さらにチャンスが続きましたが、レフトフライで3アウト。しかしオール秋津 B が2点を先制です。先制点をもらったオール秋津 B のピッチャーが調子を上げます。この回の先頭を三振、続くバッターも見逃しの三振に打ち取ります。次のバッターもサードゴロに打ち取って、先制した次の回を三者凡退にきっちりと抑えます。追加点の欲しいオール秋津 B はフォアボールのランナーが盗塁、スコアリングポジションに進みますが、キャッチャーが弾いたと思い飛び出し、挟まれてアウト。チャンスを逃したかに見えましたが、今度は三塁二塁と再びチャンスを作ります。ここでクリーンヒットかと思いましたが、ショートライナーとなり、結局追加点はなりませんでした。5回、再びオール秋津 B のサードが素晴らしい守備を見せます。ボテボテのゴロ、ベアハンドで掴んでそのまま送球、
ファーストもよく伸びて捕球しました。ツーアウトからライト前ヒット、あわやライトゴロ、一心に駆け抜けてセーフ。しかし盗塁を試みるもキャッチャーの見事な送球でアウト、チャンスは広がりませんでした。そのまま両チーム得点なく最終回、ボラキスビーはクローザーが登板、サードゴロでワンアウト。次のバッターを空振り三振、そして最後も空振り三振でシャットアウト。オーラキスビーが尖ジャイアンツを完封で勝利しました。両チームの投手の好投が光った好ゲームでした。